はい、せーの、おはー、花見です。セタです。サンニャオスです。二総括です。マイナス2。はい、今回の企画は、とりあえずスイーツ食べて喋ってみた。素晴らしいね、ミングさん。イエーイ。今日はね、もう適当にさっきセブンに行ったので、はい、セブンのおすすめスイーツ、ご飯食べます。紹介します。これはおすすめです。青汁、うん、これ青汁と豆乳なんだけど、これ美味しい。へー、青汁飲めるんだ。うん、すごいね。すごいんだ。抹茶みたいだよ、なんか。わかる、お茶だよ、うん、そうなの、青汁って。うん、全然ね、美味しい。へー、おじちゃん、なんか画質めっちゃ良くなったね、花見の携帯。だから変えたからよ。え、これ何？これ12。あ、え、で、花見の前使ったのセブン。そう。あ、セブンやばい。私新しい会社セブンなんだけど、画質めっちゃ悪い。え、やばいよね。え、だから私あれに生きてたから、ずっと。なんか画質あるって思いながら。そう。でもさ、私さ、いつも旅行行くときさ、うん、7と一眼持ってたじゃん。うん、でもさ、これやったらもう私これでいいかなって思ってきちゃった。まあ、一眼レベル？うん。うん。これは持ったけど、でも綺麗、普通に。なんかインスタに載せるくらいしかしないんだったらさ、めちゃくちゃ綺麗よ。画像加工するとかって一眼もまたいいのかもしれないけどね。うん、そうそう、わかる。瀬戸のおすすめみかん。食べて。マックの、マックじゃねえや。あ、みかん。柔らかい。柔らかいから多分絶対これ美味しいよ。やった、ありがとう。食べて。どこのみかんだろうね。新年明けおめ。青島。新年明けおめみかん。明けおめみかん。他のどこだろう。あ、サメネトロ。あ、そうだ。こっかな。オッケー、はい、明けおめみかん。じゃあ私はこれ、これめっちゃおすすめのセブンのキャラメルモナカ。これめっちゃ美味しいよ。これめっちゃ美味しいんだよ。衝撃だよ、衝撃。衝撃の美味しさ。新しいやつ？これね、多分、いやでもそんなこと前からあるかな。あ、うまい。美味しいみかん。うん。そんな、あの、酸っぱくもなければ、超甘いわけでもないけど。いただきます。うまい。絶対アイス食べた後だと、酸っぱくするはず。てかさ、この間の動画の時にさ、自分のさ、へーの適当さがひどすぎて。あ、え、思わなかった。結構みんなさ、商品紹介とかしてる時とかもさ。うん、でも、まあ、確かに自分のご飯と、まず私が気になったのは、肘ついてご飯食べてる。やばい。え、誰が？私。リップがついてる。え、マジでさ、今リップがね、つきました。よくないなと思った。眉に借りたロム&のオレンジです。ロム&のオレンジはお腹にリップがついちゃったことが分かりましたね、これで。ロム&いい？うん、あ、でもいい匂いがした。うん、あ、そうなんだ。うん、うん、やっぱこれうまいわ、天才。考えてる。かっぱえびせ。で、待って、これやっぱ美味しい。箱買いしたい。すごいね。うん、そんなに美味しいなんて。ね、ヨーロッパ行きたい。行きたい。ヨーロッパ行きたいね。どこ行きたい？一番。え、スペイン。あー。私ロンドン行ってみたいとこじゃないから。行こう、ロンドン行きたい。ロンドン行きたい。